はい、本日はですね、サングラスお気に入り5選をご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、まず下をちらっと見ていきましょう。こちらに1つ目のサングラス、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目ということであるんですけれども、皆さんサングラスね、例えばこういった安いサングラスが使ってませんか？なんかよく高速のパーキングとかでなんか売ってたり、サービスエリアとかで売ってるような、こんな安いサングラスかけてないですよね。でね、これね、あ、別にかけてるよと、何が悪いね、なんか文句あんのか言ってみろよと思うかもしれないですけどね、これよくよく裏見てみてください。こちらのね、4番のところにね、あまり長い時間目につけないでくださいって注意書き書いてあるんですよ。でね、なんでこんなこと書いてあるかっていうと、安いサングラスでね、こうつけとったりしたらね、なんか気分悪なってくる時あるでしょ。なんかずっとつけてたりしたら、なんか気分悪なってきた、頭痛なってきたなっていうのがあるんですけど、それはね、右目と左目でね、頭数濃度が変わってたり違うかったりするんですよ。でそこまでちゃんと検査されてないんで、どうしても長時間つけてたらね、気持ち悪くなったりするっていうことなんで、僕はもうずっとですね、ある程度の値段以上のサングラスしかつけないと、もう高校3年生の時に決めてですね、そこからずっと数万円はするサングラスをまあかけ続けてきてるわけなんです。で今ここに5つあるんですけども、また自宅にも何本かあってですね、まあ今よく使ってるこの5本をね、ご紹介していきたいなというふうに思います。で、まあ、まず1つ目がね、このブランドなんていうか分からんけども、よく見ますよね。このちょっとスポーティーっぽい感じのサングラスなんですけど、これが1つ目で、で2つ目がね、これはね、東京にあるメガネ屋さんなんですけども、あの福井県の鯖江でしか作ってないっていうサングラスなんですけど、これがね、ベリーデナイトっていう、まあ、目黒かなんかにあったと思うんですけどね、これをたまたまフラット通りかかって購入して、でこれはね、皆さんご存知かなと思います、オリバーピープルズって言ってね、まあ、あの有名なブランドですね。これもあの福井県鯖江市でもともと作ってたりするブランドなんですけど、これがあって、で次これ金子眼鏡でしたっけ、金子オプティカルで書いてるんやけども、これもね、同じく福井県鯖江市で作ってるサングラスですね。そして最後これも見たことありますよね、レイバンって言ってね、あのパイロットからもともとできたサングラスで有名なレイバンですけども、これもね、もともとは福井県鯖江市で作ったという、福井県鯖江市どんな街やねんって感じなんですけどもね、まあ、こういったサングラスがありますと。でただサングラス紹介するだけだとおもろないんで、僕が普段ねこんな感じで着用して、まあ、服もこんな感じにしてますっていうのをね、着替えていきたいなと思いますので、まずは一番最初このアイボールって書いてるかな、こちらのサングラスからかけていきたいなと思います。でね、このサングラスはね、結構特徴的でね、この中にね、ゴムがあるんですよ。で内側にゴムがあるから、こう普通ってサングラスキュインって曲がってるんやけども、曲がってなくてそのままパチってかけれるんですよね。でまあこのままやったらね、ちょっと怪しい感じになってくるので、まあこういう目の見えないやつはね、スポーティーな感じで合わせるのが一番いいかなって僕は思ってますので、こういった時にアークテリクスのね、ジャケットなんか着てちょっとスポーティーな装いをしてね、ちょっとお出かけなんやけども、サッカー観戦行くとかね、スポーツ観戦する時なんかはこんな感じで行けばいいかなと思うんですけど、まあ、これがね、アイローバーっていうなんか名前合わせたけども、比較的ちょっと濃いめなサングラスですね。まあただレンズがね、濃かったら別に誰でもかけれるっちゃかけれるんですけど、比較的僕が持ってる中では一番レンズがちっちゃいタイプなんですけども、まあ、こういうサッとかけれて、この中もね、こうヒューってまっすぐにこう頭をこう囲むようになってるんで落ちにくいんですよね。だからスポーツとかこうランニングとかも全然できると思うんですけど、まあ、まずこれが一つ目ですね。そして二つ目に行きたいなと思うんですけども、二つ目がですね、この目黒のベリーデナイト行きましょうか。ベリーデナイトっていうね、店主の人が多分一人でやってると思うんですけどね、もしよかったらね、行ってみてください。あの志村健さんに似てるね、店主の人なんですけども、おしゃれ志村健さんみたいな感じの人なんですけどね、こういう形で、これはね、もう確実にちゃんと目が見える感じで、レンズがこれだけ唯一、グリーンなんですよ。緑入れてるんやけども、まあ、かけたあんま分からんけどもね、こうやってたら分かるかな、グリーン入ってるんですよ。でグリーンの薄めのレンズ入れて、フレームがね、ゴールドのフレームになってて、メッキタイプなのかな、そういったちょっと上品な感じの、福井県鯖江市のサングラスですね。でこの耳のところとかちょっと合わへんかったりしたら、自分でギューってやってやったらね、あのサイズとか合わせれますので、こんなんで手でやっていいのって思うかもしれんけど、これ全然問題ないんですよ。でこれで自分で調節して、ちょっときつくすぎたなと思ったりしたら、もうちょっと緩めたりとかするんですけど、メガネ屋さんもね、こうやって自分で調節してくれてるんですけどね、こうやってより自分に合うように調節してあげるか、怖かったらメガネ屋さん行けば、どんなメガネ屋さんでもちゃんとやってくれるんでね、こういったちょっとあのチャラ男風なね、感じのサングラスですね。でチャラ男風サングラス行くときはやっぱガラシャツですよね。ガラシャツとめちゃくちゃ相性いいから、ちょっと俺今日はチンピラスタイルで行きたいななんて思ったりしたときはですね、まあ、こんな感じでこう薄めのレンズのときってね、どうしてもね、こう目にね、注目行きやすいから、散らすためにね、あの下柄にしておけば目線が散ってくれるので、なんとなく似合ってるような雰囲気になるかなと思ってね、まあ、僕はいつもこうやって柄着たりするんですけども、これが、ベリーデナイ
ないとですね。で、あ、今紹介したやつ全部そうなんですけど、こういうのはね、長時間かけてでも目が疲れないようにちゃんとなってて検査もされてるんで、長距離のドライブとかはね、こういったちゃんとある程度数万円ぐらいするサングラスにしとかんとね、ちょっと目が疲れたりとか、まあ事故の可能性とかもあるんでね、まあ、大人の方やったら気をつけた方がいいかなと思うんですけど、次はね、オリバーピープルズ行きたいなと思います。これはサングラスが、サバエっていう、またこれも福井県サバエ市で作られてるサングラスなんですけど、よくハリウッドのね俳優さんとかもかけてたりするんですが、これが大体4万円ぐらいのサングラスで、レンズがこれはねグレー入れてます。グレーのレンズ入れてるんだけども、こういうのはねちょっとどっちかって言ったら、まあ、綺麗めな大人な感じで行った方がいいかなと思うんで、フレームも黒で落ち着いてることやし、ちょっと黒の長袖で行きましょうか。いかがでしょうか。こんな感じでね、休日のちょっと映画館デートなんかやったら、これぐらい薄いやつやったらね、まあまあいけるかなと思うんですけど、こんな感じでさらっと着ていって、で奥さんとかとデートするときにういーみたいな感じで行ったらね、あら、なんか今日ちょっとこなれてる感じで走るやんって、あ、そうやろみたいな感じで、薄くこのグレー入ってるの分かりますかね。これグレーなんですよ。ちょっと僕の肌の色になって茶色になっちゃってるけども、グレーが入ってるんですけど、こんな感じで、まあ、フレームのこのブラックと合わせてね、服も黒にしたんですけど、これは映画館デートスタイルですね。映画館デートではこういった形で大人なスタイルで行ってほしいし、ちょっと疲れたなと思ったりしたらね、カフェとか行こうかって言ったら、この上にパンって頭かけてあげたらね、ちょっとこう20代とはね違う雰囲気が出てくるかなと思うんですけども、まあ、こういった大人なね装いではいいんじゃないかということになっておりました。では次ね、オリバーピープルの後は、この金子のオプティカルって、金子眼鏡やったかななんかっていうサングラス行きたいんですけど、これもね実は元々はちゃんとフレームがねこう曲がってるやつやったんですよ。まあ、分かりやすく言ったらこんな感じ、こうやってちゃんと曲がってるタイプやったんやけども、これねもう伸ばしちゃったんですよ。別に曲げようと思ったらね、こうヒューってやったら曲がるんですよ。それグググググってやってあげたらこういう感じでこう曲がっていくんですけど、まあ、そこは好みで自分の顔の幅とかにね合わせてやればいいかなと思うんですけど、ちょっと曲げすぎましたね。実は僕もね今ねサングラスを作ってるんですよ、福井県鯖江市で。そしたらそこでね超有名ブランドのねサングラスがね作られてたりとかもしてるんでね、やっぱりある程度ちゃんとしてるブランドはこうレンズとかも検査ちゃんとされてるし、フレームとかもね一点一点こうやってハンドメイドで作られたりしてるんですけど、曲げれるやつどれっていうとね、これ実は薄くね中にね芯が入ってるんですよ。なんかこういう芯が入ってるやつはこうやってヒュッて曲げれるんですよ。さっきまでこうやってまっすぐやったけどもう曲がっちゃったけどね。でこういう風に曲げてあげれば自分のサイズにちょうどいいような感じで合うので、これ今合ってますけどね。でこれはちょっとフレームが別光柄というか、ちょっと中にこういう模様があるようなフレームになってるんで、ちょっと明るめにいってあげた方がいいかなと思いますので、次は白のロンティーに変えましょう。はい、とまあこんな感じなんですけどもね、ちょっとまあブラウンが入ってあるので、まあシャツはちょっと白で爽やかにいった方がいいかなと思ってね、こんな感じでやらせていただきましたが、いかがでしょうか。ちょっと遊園地行くとかはねこんなんでもいいかもしれないですね。まあ爽やかな感じだし、パッてサングラスもかけてて、まあブラウンなんでねカジュアル感が強いかなと思うんですけど、これはレンズもブラウンですね。フレームもブラウンとか、まあ、別光っぽい感じだけども、レンズもブラウンのサングラスになっております。まあ掃除で全部言えるのは、今4つ目かけてるけど全部うさんくさいっていうのを言えますよね。なんかこいつうさんくさいなと思ったりするんですけどもね、まあそれは持って生まれた能力やということでね、最後に行きたいなと思います。では最後はねこちらのレイバン行きたいなと思うんですが、このレイバンもね僕ウェイファーラーとかティアドロップとか何個か家にあるんですけど、まあ、一番使用頻度の高いやつ行きますね。でこれがもう最も真っ暗、これレイバンブラックって言ってね、レイバンのために開発されたブラックのレンズなんですよ。ブラックというかちょっと緑がかってるんですけどね、これちょっと一回合う格好いきましょうか。はい、とまあこんな感じでね、大人の海スタイルっていう感じでいきましょう。これはねちょっとブラックにだいぶ強いので、これ街中でかけるとちょっと怪しいけども、海とかやったらねマリンスポーツとか合うかなと思ったんで、まあ、ちょっと海に出かける時なんかはこんな感じのラフなスタイルで行くっていうのがね、まあ、30代半ばのおじさんにはちょうどいい感じでしょう。それでいてね、このレイバンのこのレイバンブラックっていうこのレンズも福井県鯖江市で作られてるやつなんですよ。でまあとある会社なんですけどね、ちょっとまあ若干グリーンがかってるのわかります？黒っていうよりかはちょっとグリーンがかった黒なんですけど、もともとはねアメリカのメーカーやったんだけども、今はねメイドインイタリーって書いてるけども、イタリアの会社がこう買収してねレイバンっていうのが続いておりますが、そういったことで、まあメガネといえば世界三大産地に日本の鯖江市が入ってるんですよ。なんで鯖江市入ってんのいう話になったら、鯖江市ってもともとその稲作とか農作業がねできひんかったらしいんですよね。小島とかもそうやけど、岡山の小島とかもねデニム有名なんやけども、なんであそこもデニム有名なんて言ったら、海が近いせいで潮風で農業ができないってなって、まあそこは服をやってるけども、福井県鯖江市は他にもいろんなことやったらしいんですよ。なんかもういろんなことやって10個か20個目ぐらいでようやくメガネやって大ヒットして、100年ぐらい今から昔なんですけど100年間ぐらいずっとメガネやってるって言ってはったんですけど、まあそういった背景があって日本の鯖江市は有名なんですけど、まあ逆に言うと100年しかまだ経ってないのにぐんぐん他のとこ抜いてったっていう、その日本のものづくりのすごさが、まあ、物語ってるというかね、素晴らしいなと思うんです。
ですが、今日僕が紹介したこの5つだけ以外にもね、例えば高級ブランドだとプラダとかシャネルとかいろんなブランドが日本の福井県鯖江市でね作ったりもしたことあるんですけど、それぐらいね、あ、そんなすごいとこなんやと思うじゃないですか。ほんで行くでしょ、めちゃくちゃ田舎やから、もう工場しかないぐらい田舎なんで、歩いてる人も見かけへんし、チャリンコ乗ってる人も見かけへんねんけども、確かにメガネ工場はポツンポツンポツンとあるんですよね。だからね、もしね、そういうどうやってメガネ作ってるのかってこう気になる方はね、下動画説明欄にね、メガネができるまでっていう過程で動画作ってるんでね、それを見ていただければね、あ、ざっくりこんな感じでできてんねやっていうのがね、わかるかなと思いますので、本日はですね、お気に入りのメガネ5選を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。